ある日のこと、ハードオフのジャンクコーナーを訪れると、大量のノートパソコンが、床に山積みになっていました。全部で30台ほど、あるでしょうか？どれも最近、入荷したもののようです。中でも気になったのは、こちらと、こちらです。どちらも NEC 製のようで、状態は、悪くなさそうです。赤い方は、i5-2460M、RAM 4GB で、2200円。黒い方は、i7-2.20GHz、RAM 8GB で、3300円。黒い方の、CPU の型番が不明ですが、ハードオフにしては、良心的では、ないでしょうか？ CPU が、入っていればの話ですが。ということで、購入してきました。テカテカと反射して、撮影しづらいです。アダプタが付属していなかったのですが、それは後日用意するとして、とりあえず、表面を清掃していたのですが、電源ボタンに触れると、突如ファンが回り出し、なんと、起動してしまいました。バッテリーが、生きているとは思っていなかったので、驚きました。BIOS にも、入れました。CPU がついていて、よかったです。RAM もちゃんと、8GB 乗っています。充電が残っているうちに、動作確認できるところは、やってしまおうと思います。ちなみに赤い方は、充電が残っていませんでした。別の PC で、OS をインストールした、SSD を接続します。さて、この状態で、起動するでしょうか？ Windows のロゴが、表示されました。無事起動しました。CPU は i7-2670QM でした。CPU 単体でのヤフオク相場は4000円ほど。お得な買い物でした。バッテリーは 49% 残っていました。最近まで使われていたのでしょうか？簡易的ですが、動作確認ができたので、今度は外観を見てみましょう。こちらのノートパソコンは2011年に発売されたものなんですが、非常に状態が良く、なんとペリペリが残っています。ヤマハのスピーカーが搭載されており、音質に力を入れているようです。左側面、古い機種ですが、USB 3.0 端子が2ポート用意されていて、実用的です。右側面、ブルーレイディスクドライブが搭載されています。私はブルーレイディスクドライブを持っていなかったので、嬉しい点です。ところで、CD を、コンパクト、DVD を、デジタルバーサタイル、とは呼ばないのに、BD は、ブルーレイと呼ばれがちなのは、なぜなんでしょうかね？後日、ハードオフの青箱から、アダプタを発掘してきました。充電できているようです。フル充電して、バッテリーの状態をチェックします。バッテリーレポートの結果です。フル充電して、容量の 96% ぐらいですね。バッテリーの劣化は、ごくわずかのようです。ベンチマークソフトを、インストールするついでに、SD カードスロットの、動作確認をします。読み込めました。CPU 温度を見ながら、シネベンチを回します。89度に達しました。i7-2670QM は、TDP45W なので、かなり高温になるようです。ベンチの結果は、474CB でした。ファンの清掃と、グリスの塗り替えで、どのぐらい温度が変わるか、試してみましょう。裏蓋を開けました。ファンにはホコリが溜まっています。ラムはサムスン製。4GB が2枚入っています。ファンと、ヒートシンクを、取り外します。グリスは乾燥しきって、カピカピです。無水エタノールで、拭き取りました。グリスは、MX4 を使いました。それでは再び、シネベンチを回します。最大温度は、73度まで下がりました。先ほどは、89度だったので、マイナス16度ですね。ベンチの結果は、476CB。スコアは2しか、上がりませんでした。ドラクエベンチも回してみました。第2世代 CPU のオンボードグラフィック機能ですから、こんなものでしょう。USB ポートの動作確認ついでに、OS をクリーンインストールします。
OS をクリーンインストールしたところ、ライセンス認証が通りました。それでは、赤い方も見ていきましょう。充電ができています。BIOS 画面です。CPU も、RAM も記載通りです。i5-2410M 単体での、ヤフオク相場は2000円弱程度です。こちらも2011年製なのですが、大変状態が良く、ペリペリが残っています。こちらも、ブルーレイディスクドライブが、搭載されています。USB3.0 は、1ポートのみですね。裏蓋を開けてみます。こちらは使われていなかったのか、内部が非常に綺麗です。RAM はこちらもサムスン製。2GB が2枚、入っています。裏蓋を開けてみましたが、SSD を、取り付ける場所が、見当たりません。ここにありました。OS インストール済みの SSD を取り付けて動作確認をします。残念ながら、マウンタは欠品のようです。バッテリーレポートの結果です。バッテリーの劣化は全くないようです。本当に、ほとんど使われていなかったみたいですね。シネベンチの結果です。スコアは 227CB。CPU の最大温度は74度でした。こちらもグリスの塗り替えをします。カピカピグリスを無水エタノールで拭き取ります。グリスの塗り方はデスクトップの場合うんこ盛りにするんですが、ノートの小さいクーラーの場合は伸ばした方がいいような気がしたので伸ばしています。はみ出す時になります。ファンにはホコリがほとんどついていませんでした。サイドシネベンチを回していきます。結果はスコアが 225CB、CPU の最大温度が69度でした。温度は先ほどの74度からマイナス5度ですが、スコアは227からに下がりました。まあ誤差でしょう。ドラクエベンチも回してみました。現代の 3D ゲームをやるのは厳しいと思いますが、私はレトロゲームしかやらないので問題ありません。動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。他のジャンク PC 系チャンネルの掘り出し物に比べれば、それほどインパクトのある商品ではありませんでしたが、パソコン関連のジャンク品で痛い目を見てきた私にとっては嬉しいラッキージャンクでした。皆様も良いジャンクライフを。ご視聴ありがとうございました。